サンマの鳥羽風燻製。最初にサンマのお腹を開いて内臓を取り除きます。サンマを保存袋に入れて、いつものソミュール液 100cc と水 500cc を投入します。このまま密閉して一晩冷蔵庫に保管しました。翌日、ソミュール液から取り出して表面の水分をしっかり拭き取ります。水分を拭き取ったサンマをピチッとシートに包んで脱水します。最後に輪ゴムで留めたら24時間冷蔵庫で保管しました。24時間後のサンマの状態です。このサンマを3枚におろします。中骨はキッチンバサミで切り取りました。食べやすいように腹骨も取っておきました。サンマの半身を切り離さないように縦3本にカットしました。この後吊るして干しますので、尻尾が内側に入るように紐を通しました。風通しの良い場所に吊るして表面がベタつかなくなるまで1日程度干します。桜のスモークウッドを使って2時間いぶしました。燻製機内の温度は60から70度をキープしました。燻製の終わったサンマです。この状態で煙臭さを落ち着かせるためと水分を抜くため、さらに2日程度吊るして乾燥させました。完成です。食べやすいように皮を取りました。